2008年北京オリンピックの聖火リレーでは、北京オリンピックに向けて2008年3月31日から8月8日までの130日間に、世界5大陸で行われた聖火リレーについて説明する。多くの国にて、チベット問題など中華人民共和国の領土、人権問題に絡めた抗議活動と大量逮捕を引き起こし、翌年3月26日に、 国際オリンピック委員会は今後の五輪開催に伴う聖火リレーは主催国内のみで行い世界規模の聖火リレーを廃止することを決定した北京オリンピックのトーチリトアニアの首都ビリニュースにて北京オリンピックで使われたトーチは中国において幸運の雲として知られる伝統的な模様の描かれた伝統的な巻物をもとにデザインされたまた 万物は5つの要素からなっているという中国古来からの五行思想も取り入れられている。デザインしたのは中国の大手パソコンメーカーアレノボアルミニウム製。高さ72センチメートル、重さは985グラム。このトーチは秒速18メートルの強風、毎時50ミリの大雨にも耐えられるように設計されている。成果の点火。 消火には鍵を使用する。燃料はプロパンガスで約15分間火を灯すことができる。聖火はリレーの全工程をつなぐ。しかし、夜間にや飛行機移動中、悪天候、そしてフランスのパリなどで発生した激しい抗議の時には当地は消火され、聖火はランタンで運搬される。このランタンは複数ある。聖火と その随行員の国際間移動はエアチャイナのエアバス A330 を使用した。飛行機は赤と黄色のオリンピックカラーにペイントされている。エアチャイナは2008年3月に中国オリンピック委員会から長年の五輪への協力が認められて聖火の運送会社に指定された。飛行機は85,077マイル130日間をかけて21カ国を回った。 聖火の最火式はオリンピック発祥の地であり、前回開催地であるギリシャのオリンピアで行われた。聖火リレーの期間は過去最長で2008年3月31日から8月8日の130日間にわたって行われた。リレー距離は13万7000キロメートル。ルートの中には標高8848メートルのエベレスト山もあった。 2007年4月、五輪組織委員会は、聖火のリレー経路について、香港から当時中国と対立する、民主進歩党の陳水編政権だった台湾にわたる、ルートへ変更を行った。当然このことについて、台湾のオリンピック委員会は、中国が台北を、自国内の路線と位置づけようとしているとして抗議して、聖火の受け入れを拒否し、台湾は、 リレーのルートから外されることとなった。なおこの点については後に、台湾市販大学の山の口としによって、沿道で使用される旗や歌について、台湾を中華台北と呼ぶか、中国台北という問題もあり、故障の問題が最も大きな要因であったという、指摘がされている。聖火リレールート、中国本土内のルート2008年3月24日。 聖火リレーは古代オリンピック開催の地、ギリシャのオリンピアにて採火された。巫女に奮した女優、マリア・ナフプリオトが聖火に転化し、テコンドーの選手で2004年アテネオリンピックの銀、メダリストアレクサンドロス・ニコライディスに渡した。ニコライディスは、アテネオリンピック平泳ぎ金メダリストの羅折権に、聖火を渡し、聖火リレーの直前に発生したチュベット暴動により、 チベット問題に抗議するため国境なき記者団のメンバー3人がオリンピック点火セレモニーの警備を突破し、北京オリンピック組織委員会の隆起会長の演説を妨害しようとした。中国側はオリンピックを妨害するはずべき行為だと非難した。2008年3月30日、アテネでギリシャ側から北京五輪の主催者側へ統治が渡されるセレモニー中に、 チベットに自由をと叫び、旗を広げる人々が現れた。10人から15人の抗議者が警察に身柄を拘束された。成果が主催者側に渡された後も抗議は国際的に続いた。特にネパールでは激しい暴動となった。なお国境なき記者団は独立性を主張しているが、フランス政府やアメリカ政府、台湾外務省から 資金援助を受けているという報告がある。しかし、ダニエル・ジャンクは、フランス部門副代表は、資金が中立性を失わせてはいないと主張している。中国到着後、聖火は、週栄光と留園東に迎えられた。聖火は、古今闘総書記によって、110メートルハードル金メダリストの流章に渡された。4月12日以降、携帯電話の電子メールや、 チャットルームを通じて、フランスの大手スーパーマーケットカルフールの大株主が、ダライラマを支援しているから、カルフールをボイコットしよう、といった内容の文章が出回った。文章には、フランス製の贅沢品や化粧品のボイコットを続けようといった内容もあった。4月15日付ワシントンタイムズによると、中国政府は、状況の沈静化を図ろうとしていたという。例えば、 中国で人気のインターネットフォーラム sohu.com のカルフールボイコットに関するコメントがすべて削除された。中国の抗議者たちは、昆明、合否と武漢を含む中国の主要都市にあるカルフールで、組織的なボイコットを行い、フランスが我が国を分裂させようと企んでるとか、反中は人種差別だと抗議した。幾人かはフランス国旗を燃やし、 幾人かは、ナツスのハーケンクロイツを、フランス国旗に書き加えた。さらに、フランス大使館や領事館の前で大規模な抗議活動をしようという、ショートメッセージが広まった。昆明では、カルフールボイコットに反対する人が店に入ろうと、したところ、大きな中国国旗で、ブロックされたり、水の入った、ペットボトルを投げつけられたりした。BBC は、北京。 昆明合否と武漢、賃貸で数百人がデモに参加したと報じた。中国共産党の機関紙人民日報は、社説で中国人民に対して秩序ある愛国主義を呼びかけた。4月2日に行われたアルマトイでの聖火リレーの最初のランナーはカザフスタンのヌルスルタン、ナザルバエフ大統領だった。コースはメデオスタジアムから、 アスタナスクエアまでの 20km であった。聖火ランナーは80人で、金メダリストのバクティアー・アルブ、ユアメカン・アイブレーモフ、ユーリー・メルニチェンコ、ザクシラック・アシュケンピロフ、アナトリー・フラパティ、カザフスタン独立後最初の金メダリストブラジーミル、スミルノフは、特別な人工行きのトラックを、スキーで走った。カザフスタンの有名な歌手、ローザ・リムバエワは、 カザフスタンについての歌を歌った。なお、ウイグル人活動家が何人か逮捕され、中国へ強制送還されたという報道がある。4月3日に行われたイスタンブールでの聖火リレーは、スルタナメット地区からタクシム地区まで行われた。20km のコースを80人で走り、最初のランナーは、フィギュアスケートのトゥーバからで見る。最後は、 重量上げ金メダリストのテーナー・セーガーだった。聖火リレー中、中国の東トルキスタンでの人権侵害や、東トルキスタン独立運動弾圧に抗議する在度、ウイグル人とウイグルを支援するトルコの団体ら約200人が抗議活動を行い、6人のウイグル人が一時、拘束された。4月5日に行われたサンクトペテルブルクでの聖火リレーは、 勝利広場から宮殿広場まで 20km のコースを80人で走った。リレー参加者は、オリンピック金メダリストのリュボー・フィエゴロワ、ビクトール・ザダナビッチ、ウラジミール・サルニコフ、アレクサンドル・ポポフ、セルゲイ・コパリアコブ、アンドレイ・クルーロフ、アレクサンドル・ディ・チャーチン、タチアナ・カザンキナ、アナトリー・アリャブフ、エフゲニー・プルシェンコ、タチアナ・トトミアニーナ、マキシム・マリニン、 アントン・シハルリドゼ、アレクセイ・ウルマノフ、オクサナ・カザコワ、アルトゥール・ドミトリエフ、オレグア・ワシリエフ、スベトラーナ・ズー・ロバ。他にも、フィギュアスケートの監督、タマラ・モスクビナ、総合格闘技のエメリア・アエンコ・ヒョードル、極地探検家のロバート・スワン、アーチャー・チリン・ガラフ、宇宙飛行士のワレンチナ、テレシコワ、女優のアリーサ・フレーン・ドリフ、サッカー選手のアンドレー・アル・シャビンが走った。 ロンドンでの聖火リレーでは、北京五輪の警備チームと警察によって非常線が張られていた。ロンドンホワイトホールにて、4月6日に行われたロンドンでの聖火リレー。コースは、ウェンブリースタジアムから、シティオブロンドンを通りし東部にある、O2 アリーナまで。聖火ランナーは、ケリー・ホームズ、トレバー・マクドナルド、バネッサ・メイ、ケビン・ピーター・シン、アマラ・キャランほか80人。 4 8トルのコースを7時間半かけて走った。途中、チベットの自由を求める、チベット人や人権団体の抗議にあい、当初予定のルートが変更されたり、予定外のバスでの移動が行われたりした。ジャッキー・スミス内務大臣は、中国から派遣され聖火ランナーに随行した、青いスポーツウェアの聖火防衛隊について公式に不快感を示した。 抗議者を手荒く扱った中国の公式見解について、ケン・リビングストン・ロンドン市長とセバスチャン、ーロンドンオリンピック組織委員会議長は、ならず者だと批判した。しかし、ロンドン側は、中国の警備チームが派遣されることを事前に、承認していた。市長は、我々は、これらならず者たちが、中国の情報機関関係者だということは知らなかった。 もし知っていれば同意しなかっただろう。と話している。ロンドン警視庁の報告によると、聖火リレーの警備に75万ポンドの費用がかかった。ロンドンでの聖火リレーに反対するデモ参加者ラ80人の聖火ランナーの一番手は、スティーブ・レッドグレーブだった。レッドグレーブは、マスメディアに対して、 聖火リレーのボイコットを求めるデイニシメールを受け取っていたと話し、なぜ彼らがこれを問題にしてるかを見ることができたし、ホワイゼーウッドライクツー、メイクアンイシューと語った。フランチェスカ・マルティネスとリチャード・ボーンは聖火リレーへの参加を拒否した。また、コンニエ・フックは聖火リレーへの参加はしたものの中国の行為について反対の意を表明した。 チベット支援者の会員議員のローマン・ベーカーは、聖火ランナー全員に対して、再高を求めた。支持不支持の板挟みとなった、ゴードン・ブラウン首相は、ダウニング街10番地で、タッチや、法要なしで聖火を迎えた。ロンドンでの聖火リレーについて BBC は、エーモービレプロテクティブリングと評した。抗議は、リレー開始後すぐに始まり、少なくとも35人が逮捕された。 ラドブロークグローブでは、コンニエフックから聖火を奪い取ろうとする者が現れた。他の場所では消火器で聖火を消そうとする者も,も現れた。在英中国大使は、セキュリティの観点から非公表で走る場所が変更され、チャイナタウンを走ることになった。聖火は抗議者を避けるため、途中フリートストリートをバスで移動した。中国側もチベット支援者に対抗して、 北京オリンピックを支持するため2000人が集結し、旗や看板を掲げた。多くの五輪支持者は、トラファルガー広場に集まり、オリンピックのスローガンワンワールド、ワンドリームを訴えた。報道によると、チベット人の抗議者が、車椅子フェンシングの金アキラからトーチを奪い取ろうと、したところ、パリ市にて4月7日に行われたパリでの聖火リレーの、コースは、 エッフェル島の前から、セバスティアン・シャルレティ競技場までフランスのアスリートステファン・ディアガナが第一走者だった。他に、ダビド・ディエ、マリー・ジョゼ・ペレク、キン・アキラ、テディ・ネール、アルノ・ディ・パスカル、パイ・ホンギャン、マリー・ピエルスが、聖火ランナーとして参加した。リレーは、当初2 8トルのコースを予定していたが、チベット支援者や人権擁護団体がたびたび走路妨害するなど、 激しい抗議行動を行ったため、中国当局からの要請でコースは短縮された。パリ市役所で行われる予定だったセレモニーも、中国当局の要請で中止された。さらに、本来聖火ランナーによって運ばれるはずだった、聖火リレーもバスで運んで終了となった。パリ市役所に掲げられる抗議の横断幕。パリは、世界中の人権を擁護すると書かれている。 パリ市当局は、パリに聖火が到着した時平和的な抗議行動を行う計画があることを発表した。パリ市は、全員人類の人権の大切さを啓蒙するために、パリは、世界中の人権を擁護するという横断幕を市役所に掲げた。国境な危機者団のメンバーは、抗議のためかなりの人数が集まった。抗議の脅威の中、聖火リレーは、 エッフェル塔を起点にパリ市内を巡るため推定3000人のフランス警察が警備を行った。水や消火器で聖火を消火しようと試みるなどチベット支援者による広範囲な抗議行動があったため中国当局の要請で聖火は5回消されバスで運ぶこととなった。なお中国外務省はフランスのテレビ局フランスにが 中国のフレームアテンダントが成果を消しているシーンを放映したにもかかわらず消化の事実を否定した。予備の成果は成果を再点化するために常にリレーに伴った。聖火ランナーを務めたフランスの柔道家のダビド・ドゥイエは、ドゥイエがデディ・リネールに成果を手渡そうとしたところ、中国人のフレームアテンダントに成果を消され、不快感を示した。 私は彼らが何もかもを恐れていたと思います。しかしこのような行為は不快です。成果に危険はなかったにもかかわらず、彼らはそれを承知で成果を消しました。私はなぜ彼らがこのようなことをしたのかわからなかったのですと話した。パリの聖火リレー第三奏者の金明も、障害を持つため車椅子で聖火を運んだ。金明の番の時、 チベット支援者と思われる、正体不明の抗議者が、金明に数回襲いかかった、インインタビューズ、ジン,ジングセットザットシーワズタッグドアット、スクラッチドアンドキックと。この時金明は、その時痛みは感じなかったですと語り、中国メディアから称賛を受けた。しかし、後に発言によって一転して、非難の対象となっている、と一部で報道された。 中国政府は中国はフランスをとても尊敬している。しかしパリは自らの顔を汚した。と言った。パリ市役所で緑の党関係者によってチベットの旗が振られる中、中国当局は聖火リレーのセレモニーを中止した。中国当局はパリ市民が人権擁護を訴えたため動揺し、ここには止まらないことを決めた。 パリ市長ベルトランドラノエ憲兵の非常戦によって、橋に追いやられたチベット支援者。パリ市役所にて、国境なき記者団は、エッフェル島やノートルダム大聖堂に、抗議の横断幕を掲げるなど、シンボル的な組織的抗議を行った。数百人のチベット支援者はシャイオグーに集まり、横断幕やチベットの旗を掲げた。平和的な抗議をするため成果には近づかなかった。 メディアで中国には言論の自由がないことを話したジェーン・バーキンもそのうちの一人だった。また、在仏チベットコミュニティのトゥプテン・ギャツオリジはデモに参加するチベット支援者に対して穏やかで非暴力的で平和的にしてくださいと訴えた。フランスの議員やその他政治家も抗議活動を行った。すべての議会政党、国民運動連合、社会党、 新中道フランス共産党、民春動緑の党は、会員の一時中断を共同で申し入れ認められた。それで、会員議員は外に出て、中国は人権を尊重しろという横断幕を掲げることができた。バスに乗せられた成果は、チベットに自由をと叫んでいる、会員議員らの横を通り過ぎた。フランス警察はイベントを取り仕切り、また抗議者から、 チベットの旗を奪ったりしたため避難された。リベラシオンは、警察は、中国人にだけ、表現の自由を与えた。チベットの旗を振ることは、トロカデロの至るところで禁止されていたと報じた。ミシェル・アリオマリーナイム大臣は、後に、彼らは、そのようには命じられておらず、彼ら自身の考えに従って行動したと述べた。フランスにのカメラマンは警官に殴られ、 出身病院に運ばれた。また、パリでの聖火リレーでは、チベットバタの他にも中国国旗、フランス国旗、ベトナム国、ベトナム共和国国旗、手錠をかたどった黒い旗などが掲げられていた。4月9日に行われたサンフランシスコでの聖火リレーは、走るまでコースについての公式発表はなかった。スタートはマカビー後部だった。そこで、 アメリカンオリンピック委員会のノーマン・ベイリンハムが聖火リレー第一走者の林リーにトーチを渡した。ジャスティン・ハーマンプラザで予定されていた閉会式は中止された。代わりにサンフランシスコ国際空港で式典が行われ、聖火はブエノスアイレスへ旅立った。ルートを変えたことにより中国の応援団と抗議者たちは聖火リレーを見られなかった。閉会式が ジャスティン・ハーマン・プラザで行われないことを知った人々は、憤慨した。一人のデモ参加者は、コース変更は、予定されていたすべての組織的な抗議行動を、阻止するための努力だったと語った。サンフランシスコ市議会の議長アーロン・ペスキンは、驚くべき金の影響のための、ブッシュ政権と、中国政府を喜ばせるためのシニカルな計画だと、語った。 一方、ニューサム市長は、皆の一番の関心事だと思うと語り、またルート変更にもかかわらず、統治を支持したり抗議する権利が与えられたと信じていると語った。ピーター・ユーベルロス、アメリカ合衆国オリンピック委員会委員長は、ルート変更を称賛し、サンフランシスコ市は、グローバルな観点から見て、拍手喝采を受けるだろう。と語った。 CBS、NBC の生中継の映像を見る限り、突然やってきた成果を見た人は驚き声援を送っていた。このイベントによる市の支出は726,407ドル75セントだったと報告されている。このうち半分近くは個人からの募金で賄われた。ギャビン・ニューサム市長は大量逮捕によるコスト増大は 警察当局との協議し、ルートを変えたことで避けられた。と語った。チベット支援グループと中国応援グループの接触。ザ・エンバーカデロの北にて。2008年4月1日、サンフランシスコ議会は中国の人権問題についての懸念を示す決議を可決した。決議は中国がサンフランシスコ市民を含む 国際社会と過去に真剣に約束した中国と占領しているチベットでとてもひどく現在も進行している人権侵害を止めるという約束を履行しないことについて継承と抗議を持って成果を迎えるという内容だった4月7日にはチベット支援者らによるデモが行われた4月8日俳優のリチャードギアとデズモンド・ムピロツツ大主教を 含む抗議集会が市の国連プラザで行われ2000人が参加し各国の首脳に対して五輪の開会式ボイコットを呼びかけた他にも約800人が市内の広場から中国領事館に向けて行進し領事館周辺にて抗議活動を行ったまた抗議集会では中国国旗を焼く行為もあったチベット、ダルフールそして 法輪功の一部用語団体は4月9日、サンフランシスコに聖火が到着した時抗議することを計画していた。中国側はすでにサンフランシスコでの聖火リレーのコース短縮を求めていた。4月7日、チベットの旗を持った活動家がゴールデンゲートブリッジのケーブルに登りワンワールド、ワンドリーム、フリーチベットとフリーチベット08というスローガンの書かれた 横断幕を掲げた。彼らのうち、サンフランシスコの住民は携帯電話で、地元テレビ局クピックス CBS5 へ電話をかけ、国際オリンピック委員会に対し聖火リレーを、チベットでやらないよう中国に呼びかけるよう強く、要請した。この住民は、聖火リレーをチベットを聖火リレーを行うで、より多くの逮捕者を出し、中国当局がことを唱えるものに対して、 武力を使うことを心配している。と語った。3人の活動家と5人の支援者は不法侵入などで逮捕された。聖火は AT&T パークを午後1時17分頃に灯された。コースは中国とアメリカのオリンピック当局によって短縮された。第一走者が不当の倉庫に消え30分ほど止まったためリレーは混乱した。 数千の中国応援団とチベットとダルフールの支援者が衝突した。非中国人でモ参加者は怒った群衆に圧倒され、負けていたと報告されている。午後2時、聖火はスタジアムから3キロメートル離れたファン、ネス通りで再び現れた。テレビ報道は、聖火が制服警官と警察のバイクに囲まれている様子を映し出した。二人の聖火ランナーは、 オリンピックの警備員に守られながらトラックの後ろをゆっくり走った。リレーの出発地点には70人以上の警官と約2000人で大半がロンドンやパリのリレー妨害を批判するプラカードや中国国旗、アメリカ国旗を持った中国支持派であった。聖火リレーの最中、二人の聖火ランナー、サステナブルデベロップメントフォーザベイエリアカウンシルの副会長であり、 パートナーシップス・フォー・チェンジのディレクターの車椅子に乗ったアンドリュー・マイケルと環境保護活動家であるマジョラ・カーターが講義としてチベットの旗を見せたことが原因で聖火リレーから追放されたジャスティン・ハーマン・プラザでの閉会式は会場に押し寄せた大勢の抗議者を避けるために中止された聖火リレーはサンフランシスコのマリーナディストリクトを通る一帯で終了しバスで サンフランシスコ国際空港に直行、空港でメディアの届かぬよう仮の閉会式をすることになった。サンノゼマーキュリーニュースは裏切りを A ゲームオブホエアズウェルドプレードアゲンストザランドスケープオブエイラブリーシティと表現した。IOC のジャックロゲ会長はサンフランシスコでの聖火リレーは幸いなことに ロンドンやパリのリレー区間を台無しにした多くの妨害を回避することができたが、しかし、我々が願っていたような喜ばしいパーティーではなかった。と発言した。ザトーチアット、ブエノスアイレスアルゼンチンの聖火リレーは、首都のブエノスアイレスで4月11日の午後に行われた。アルゼンチンの聖火リレーは、中南米では唯一の聖火リレーであった。 ブエノスアイレス側の対策は抗議の場を与えるであった。当日の聖火リレー前には北京五輪に抗議する約200人が人権聖火を掲げ約 1km の距離でブエノスアイレス中心部を更新した。参加者はかつて軍政の弾圧で多数の犠牲を出したアルゼンチンこそ人権を重視すべきだなどと訴えた。一方のアルゼンチンに在住する 在日中国人は、中国は一つと連呼し、国旗を振ったり国家を合唱したりして、人権団体に詰め寄った。リレーは 13.8km の距離で、走者は80人5700人の警官による厳重警備が行われ、走者の周りを中国から派遣された、聖火防衛隊が囲み、重装備の警官が乗った小型車両も伴走し、 その脇を警察学校の学生が手を組んで走り、おしくらまんじゅうのように沿道の市民を制止し、聖火リレーに反対する人々は聖火に向かって、水風船を投げつける一幕もあった。抗議活動を行った、国際人権団体、フリーチベット運動アルゼンチン支部のホルヘカルカバージョ、代表は、人権弾圧に抗議する以上、平和的に行わなくては、 人々の心に響かない。その意味では、これまでのどの講義よりも成果はあったと思うと、話していた4月13日のダルエスサラームでの聖火リレーは、北京五輪の聖火リレーで唯一アフリカで行われ、そして五輪聖火リレー史上初めてアフリカで行われた聖火リレーだった。リレーは5キロメートルの距離で行われ、当地はあり、 モハメッドシェイン副大統領によって転化され、ジョン・スティーブン・アクオーリ、ドカス・スインジクル、アンナ・チバイ・イジュカを含む聖火ランナーによってリレーされた。約1000人の人々がオリンピックの旗を持ってリレーを追いかけてた。チベットでの人権侵害に対する抗議の唯一の有名な事例としては、ノーベル平和賞受賞者のワンガリマータイがリレー参加を辞退したことである。4月14日。 中東における唯一のリレー地点となったマスカットを聖火が通過した。聖火リレーは2 0トルにわたって行われた。聖火ランナーは北京パラリンピックのオマーン代表であるラママルフンである。オマーンが聖火リレーの通過地点となったのはこれが初めてである。なお、抗議行動などは報告されていない。4月16日オリンピック聖火は イスラマバードに到着した。聖火リレーの開会式では、パルベーズ・ムシャラフ・ムシャラフ大統領とユサフ・ギラニ首相が演説した。最初の聖火ランナーは、EN、イエヌサミラ・カーン、最後のランナーは、ジャハン・ギール・カーンだった。警備は厳しく、ある新聞は、オリンピック聖火リレーの中で、最も神経質な区間だったと評した。 聖火はまず、イスラマバード周囲に運ばれると思われていた。しかし、テロの脅威と反中抗議による安全の懸念と、リレーの全工程は中止された。聖火は代わりにジナスタジアムに運ばれ式が行われた。激しい抗議と爆弾テロを恐れ、聖火リレーは何千人もの警官と兵士が警護する、中、密室のスタジアム内で行われた。結果、事件は起こらなかった。 チベット支援者の抗議活動の懸念があったため、ニューデリーで4月17日に行われたリレーは短縮され、2 3トルを70人のランナーで走ることになった。リレーはインドモンで終わった。このリレーは市民の参加が許されなかったため平和的に行われた。この聖火リレーは、キランベディ、ソーハーリカーン、サチンテンドルカール、バイチュングティア、 サニール・ゴバスカールら5人が辞退している。ブティアはチベットと彼らの戦いを支持すると明言し、他の4人は個人的事情だとした。ブティアはチベットに近いシッキムシュ出身のサッカーナショナルチームキャプテンで聖火リレーを拒否した最初のスポーツ選手である。インドの映画スター・アーミル・カーンも自身のブログでオリンピックは中国のものではない。と述べ、 チベットや世界中すべての人権弾圧の被害者たちに心から祈りを捧げる。と述べた上で聖火リレーへの参加を決めた。ラジーブ・ガンディ元首相の息子であるラー・フル・ガンディは聖火リレーを拒否した。抗議への警戒でインド当局はニューデリーでのリレーコース短縮を決め、テロリストの標的となりやすい共和国建国記念日の祝賀行事並みの警備を行った。 中国の情報部が予測した、リレーコースの弱点は、在中インド大使ニルパマ1000に伝えられた。インドのメディアは、大使が現地時間午前2時に、外務省に呼び出されたというニュースに対して、怒りを示した。しかし、このニュースは、デリーの匿名の情報源によって否定された。カマル・ナス通商大臣と中国が共に否定したが、ナス通商大臣が中国に抗議して、 訪中をキャンセルしたと、インドメディアは報じた。中国は、インドの15万人ものチベット亡命コミュニティを排除し、聖火リレーを、清潔に行うためリレーのルートから3キロメートル、以内で集会を行うことを禁じるようインドに、要請したが、インド側は、その要求を、インドは、民主国家だと断固拒否した。その他いくつかの報道を否定して、インド当局は、 オリンピックホーリーフレームプロテクションユニットも拒絶した。これらのことで、中印関係は悪化した。一方、インドに拠点を置くチベット亡命政府は、オリンピック聖火リレーの混乱を支持しないと述べた。有名なインドの社会活動家で、元インド警察役員のキランベディも、私は、カゴの中の女性として走りたくないと思ってます。と参加を拒否した。4月15日。 ボリウッドの女優ソーハーリカーンは非常に個人的な理由で聖火リレーから手を引いた。4月16日、中国のチベット弾圧に抗議するとデリーで抗議デモが発生したが警察によって解散させられた。4月18日に行われたバンコクでの聖火リレーでは、この聖火リレーはタイでは初めての五輪聖火リレーだった。リレーは バンコクのチャイナタウンを含む 10km で行われ、聖火は、民主主義記念碑、チットラダー宮殿、その退屈家の死の名所をめぐった。聖火ランナーには、サナンカジョルンプレザルト副首相、タイの5人のオリンピック金、メダリストマナス・ブンジャンノン、セメーラック・キャンジング、ウデム・ポーン・ポルサック、バジャン・パルーン・リッド、ポナ・トーン・スークが含まれていた。ナリッサ・チャクラ・バングス。 グリーンワールド基金のナリサ・チャクラバングス議長は中国のチベットでの振る舞いに抗議するため聖火リレーを辞退した。オリンピック支持者と一緒に数百人の抗議者が存在した。タイ当局は外国人の抗議者を逮捕してタイから永久追放すると脅した。タイの人権保護団体の連合は小さなデモンストレーションを組織すると発表した。そして 数百人の抗議者は本当に参加し、北京支持者と対峙した。バンコクでは、中国人留学生が、メディアに対して中国大使館が彼らを移送し、シャツと水を提供したと語った。4月21日に行われた、マレーシアの首都のクアラルンプールでの聖火リレー。1 6 5トルにわたる、聖火リレーは、歴史的な独立広場から始まり、 いくつかの都市のランドマークの前を通って、ペトロナスツインタワーで終えた。マレーシア警察の特別活動機動隊から、派遣された1000人のチームで、イベントと、聖火ランナーを警備した。聖火ランナーは80人、企業関係者や、スポーツ関係者、スポーツ組織の講演者で構成されていた。チアースーンキット、ヤップキムホック、ニコルデビッドも含まれていた。 マレーシアで聖火リレーが開かれたのは1964年に開催された東京オリンピック以来だった。クアラルンプールでは当日抗議が予想された。リレーの数日前、法輪校の支持者が在マレーシア中国大使館前で抗議デモを行っていた。そのため、リレー当日は約1000人の特別活動機動隊が配置されることになった。 5歳児を連れたマレーシアで在住権を持つ日本人の家族がチベットの旗を広げようとしたところ中国人の集団が彼らを取り囲んで彼らを棒で殴った。そして中国人の集団はチベットや台湾は我が国に属すると叫んだ。この日本人家族はマレーシア当局に保護された。さらに中国人のボランティアが リレーに抗議していた二人のマレーシア人からプラカードを取り上げ、うち一人の頭を殴った。4月22日に行われたジャカルタでの聖火リレーでは、聖火ランナーには、スポーツ選手のタウフィック・ヒダヤット、スシ、スサンティ、アラン・ブディクスマ、そしてジャカルタのファウジーボ知事が含まれていた。本来のリレーは、ジャカルタを通る 20km のコースだったが、 安全性の懸念のため、中国大使館の要請により中止された。代わりに、当地は、市のメインスタジアム周辺に運ばれた。数十人のチベット支援派の抗議者らは、スタジアム周辺に集結した。しかし、警察によって解散させられた。イベントは、メインスタジアム周辺の通りで開催された。スタジアムへの入場を許されたのは招待されたものと、 報道関係者のみだったため、スタジアム周囲では、抗議が発生した。ライフタイムオリンピックオフィシャル、92 y ヤーオールドジュリウスパッチング、ハムズ、オーバーツージェイクオーキャバーットザストーンオブリメンブランス、キャンベラ2、ツーチャイニーズフレームアテンダンツス,スタンドイーザーサイド、アシスティング。ザツーランナーズ、エーポリスマンスタンズツーザレフト、4月24日に行われた。 オーストラリアの首都キャンベラでの聖火リレーでは、現地の中国系住民は、学生組織のサイトなどで聖火の防衛を呼びかけ、独自の聖火防衛隊が結成され4月13日には、約3000人の在郷中国人による聖火リレー指示のデモ行進が行われた。一方のチベット支援者は4月23日に、シドニーのハーバーブリッジにて、レーザー光線を使い、 中国政府への抗議メッセージを投影したり、ハンガーストライキをしながら、キャンベラまでの 70km のデモ行進をした。聖火リレー当日、在郷中国人は中国大使館が用意した直行バスでキャンベラに向かい、会場には数千人の中国人と約2000人のチベット支援者で埋め尽くされた。聖火リレーは1 6トルの距離で行われ、警備の警察官は、 数百人が動員された。リレー開始前には中国の音楽やオーストラリアの先住民アボリジニによる演奏が行われ、在郷中国人が一つの中国のスローガンを唱える姿が見られた。またチベット支援者と在郷中国人の間では衝突も起き、少なくとも7人が逮捕された。また後に聖火リレーでは中国のボートにやりたい放題にさせたと。 ケビン・ラッド首相とオーストラリア労働党の対中路線への批判が行われた。コース選定当日までの状況長野市は長野オリンピックの開催地だった。2008年4月18日、元々のオリンピック聖火リレー計画でのスタート地点とされていた善光寺が世界各地での妨害活動に関する混乱の未然防止、同じ仏教人員としてチベットを呼び、 チベット仏教に対する配慮という理由で辞退した。また、リレーに先立って入国を試みた人権活動家が入国を拒否されるという事態も起きた。2008年4月20日朝、本堂に落書きがあったとして警備担当の僧侶が長野県警へ通報を行った。善光寺の本堂は1707年に再建された国宝であり、通報した。 全工事によれば白いスプレーのようなものでの落書きによる破壊行為は本堂回廊の北側に5カ所、西側に2カ所あった。新たなスタート地点は長野市の聖火リレー実行委員会によって変更され、県の勤労者福祉センター土地となった。また、聖火リレー実行委員会が聖火を南長野運動公園へと移動させる計画については、 シベットでの中国政府の弾圧に対して抗議活動を行うデモ参加者に配慮して中止となった。2008年4月24日、ウィキペディア日本語版の長野駅のページと北京オリンピックのページに聖火リレー当日の長野駅への爆破予告が書き込まれ、インターネット上のニュースや同年4月25日の読売新聞の夕刊にて報道された。中国側は 当初、各国において、成果を護衛した、人民武装警察所属と見られる青い服の集団を、日本にも同行させる意向を示していたものの、日本政府側は、国家主権と、法治国家を名目に拒否する意向を表明し、最終的に、少人数の護衛のみを同伴させることに合意した。当日の情勢、デモ隊による、抗議活動。 レースの妨害4月26日の聖火リレー当日、警備に当たる警察は在日中国人留学生組織、学友会が約2000人の留学生を長野市に動員するとの情報をもとに警備計画を練っていたが、実際に集まった中国人学生たちの総数は4000人を超えて、リレーが行われる沿道が埋め尽くされるほどだった。これにより、学友会が用意した。 T シャツは2000枚ほど不足した。この動員は、中日本国中華人民共和国大使館も支援しており、留学生への参加注意と、マニュアル、巨大な中国国旗、手持ち用の小旗などが配布され、中国のイメージを崩さない注意や、警察官への対応、集団行動に関する方法等も示されていた。また、中国人ジャーナリストの女性派が、 多くの在日中国人を集めるのを主導したとされ、5月に訪日した古近東総書記は女性派と会見し、祖国はあなた方の貢献を決して忘れないとねぎらった。警察は中国からの独立を目指していたり、中国からの侵略の脅威に脅かされている地域や国の支援者による聖火リレーに対する妨害行為を警戒して沿道の数メートル沖に、 約3000人の警官を配置するという限界状態を取り動員された多数の中国人留学生グループもこれに呼応するように沿道を埋め尽くすように待機した。出発式会場の県勤労者福祉センター跡地と休憩地の m w a ーブは関係者以外の日本人が立ち入り禁止とされ到着式を行った若里公園も式典エリアへの立ち入りを制限された。 しかし聖火リレーを護衛する中国人留学生たちは入場を認められた。また当日の長野では中国人留学生の他に中国のやり方に反発する日本の団体、チベットやウイグル、南モンゴル、台湾、満州の支援者及び団体、独立を願う人々が集まり長野は日本国旗、旭日旗、チベット国旗、東トルキスタン国旗、 中華民国国旗、台湾旗、ベトナム共和国の国旗、オリンピックシンボルの五輪を手上でかたどった旗、中国国旗、オリンピック旗などで埋め尽くされた。聖火リレーがスタートすると、沿道は、中国人留学生、独立希望地域支援者、及び、報道陣と警備にあたる、警察官によって混沌となり、中国人留学生集団と、 独立希望地域支援者集団によって叫ばれたスローガンにより騒然となった。独立希望地域支援者と中国人留学生の間ではお互いの国旗の奪い合いが起きたが成果を守ることを任務としていた。警察官は中国人留学生の行為を黙認し、独立希望地域支援者が警察官に抗議する事態も発生した。第一奏者は 野球日本代表の星野千一監督、第2走者は、陸上の末継ぐ慎吾、第4走者を、スピードスケートの岡崎智美、第79走者を、元陸上、女子マラソンの有森優子が務め、聖火ランナーの周囲は、スポーツウェア姿の機動隊員5人と青いジャージを着た、北京五輪組織が派遣した、聖火警備隊の中国人2人が取り囲み、白いトレーニングウェアと、 制服姿の警官約90人が伴走した。両陣営の土豪に加え、当初の予定よりは少ないものの周囲を囲む警備隊及びその代わりとなった形の機動隊員に囲まれて走る聖火ランナーは異様な光景であり、長野市民が以前の長野オリンピックと対比して困惑する様子が報道された。これらの騒然とする状況に対して、ランナーの陸上、 女子マラソンの野口水希や発煙筒を投げつけられた萩本金一は聖火リレー後にその体験への複雑な心境をとろしている萩本が走行中には列に飛び込んだ会社員の男が逮捕され19番目の奏者となった卓球の福原愛が走行中の時にはチベット国旗を持った台湾籍チベット同盟2世の男タシツェリンがフリー チベットと絶叫しながら乱入したが、すぐに並走していた警官数人によって取り押さえられ逮捕された。また、11時10分頃には生卵を投げつけた日本人の男が威力業務妨害容疑で逮捕された。最終的に、長野での聖火リレーでは、妨害を行った台湾籍亡命のチベット人1名と、 日本人5名が逮捕され、台湾赤亡命のチベット人ら3名が、長野地方検察庁に送検された。また、当日には、リレーに先立って、国境なき記者団が、全校時内で会見を行い、中国政府の弾圧への反発を表明し、抗議の座り込みと手錠をかたどった旗を使って、デモを行った。SFT 日本と、チベットの平和を願う僧侶の会は、 土胸を行い犠牲者に対する追悼法要を行った。後に、タシセェリンは、チベットの平和を願う僧侶の会の小林秀英と、以下は投主らによって助け出された。手具大学校のシャツに、チベットは中国のものだと、英語で書き記してきている若者。ソウルのリレー会場にて、韓国の聖火リレーは4月27日に、 ソウル南部にあるオリンピック公園から 22km の区間で 2km 短縮されて行われた。現地ではチベット支援者と北朝鮮の脱北者強制送還に抗議する市民団体や人権活動から約300人が集まった。一方の在韓中国人をはじめとする中国支援側は6000人から1万人と数で圧倒し会場周辺や沿道は 中国国旗で埋め尽くされた。なお中国側には中国の航空会社に勤める韓国人の客室乗務員もいた。警察官は限界体制で8000人から9000人が動員され、約60人から140人の警察官がランナーの周囲を警備した。また聖火リレー前から韓国側と中国側の間では小競り合いになったりしていた。 午後2時聖火リレーが始まると、スタート地点では脱北者の強制送還に抗議する韓国側に対して中国側がペットボトルや石、木片、缶、工具、鉄パイプなどを投げつけ、韓国側も応戦する形となり、止めに入った警察官を挟んでのものの投げ合いとなり、韓国市民団体の関係者、警察官、取材中のカメラマンが負傷した。 他にも少数の韓国側を中国側が大勢で囲んだり、チベット支援者をホテルまで追いかけ暴行し、止めに入った、機動隊員を傘などで殴り負傷させたりした。2時55分頃、地下鉄の駅長を務めるランナーが走り出した際に、市民団体所属で脱北者の男一人が飛び出し、警察官に取り押さえられ逮捕された。3時35分頃、 北朝鮮の脱北者強制送還に抗議する人権団体の男二人がシンナーを巻いてコース上に火をつけようとして警察に逮捕された。最終的に逮捕者は5人となった。後に中国人が韓国人を暴行したと報道され、一部の在韓中国人が暴行で逮捕されたり、韓国政府が中国の在韓大使を呼びつけ抗議するまでに至った。 その後の韓国国内では、反中感情が紛失し、オリンピックのボイコットも論じられた。一方の中国の新聞社では、韓国メディアが中国人の過激行為をオーバーに報道したと、反論が掲載された。4月28日に行われた平壌での聖火リレーでは、初めてオリンピック聖火が北朝鮮にやってきた。数千人の群衆が、 ピンクの紙で作られた花でウェーブを行い、北京オリンピックのロゴが印刷された小旗を振った。イベントは、北朝鮮の大外的な国家元首にあたる、最高人民会議常任委員会委員長の金、永南が主催した。中国の同盟国である北朝鮮は、他地域での聖火リレーに対する抗議活動には、批判的で、チベットでの騒乱については、 北京政府側を支持していた。金英南は聖火を最初のランナー僕と翌へと渡した。僕は、ピョニヤン市内の約20キロを走り回り、リレーは、金正日総書記の父である、金日清主席の生誕70周年を記念して、建てられた主体思想塔から始まった。なお、金正日総書記は、聖火リレーのイベントに参加しなかった。また、 国際連合とその下部組織のユニセフは北朝鮮にいる子どもたちの現状の啓発に役立たないとしてスタッフを引き上げた。これは北朝鮮国内での聖火リレーが北朝鮮の体制宣伝に使われることを懸念しての措置とも見られている。ベトナムの聖火リレーは中国本土以外では最後の聖火リレーでホーチミンで1 0トルの距離で4月29日の 夜間に行われた。トップランナーは、グエンティ東派、ラストランナーは、国官分が行った。ランナーの周りを警察車両などが取り囲む、限界態勢の中での開催となったが、目立った、妨害行為などもなく、数千人の監修に見守られながら終了した。香港の聖火リレーは、中国領内最初の聖火リレーで5月2日に行われた。聖火リレー前には、 中国国旗がサッカーワールドカップ以上の大量購入がなされた。スポーツ選手や人気タレントなど120人が走り、リレーの出発地点近辺には五輪開催を支持する中国人学生などが大勢集まり、中国国旗と香港の旗により周辺は真っ赤に染まった。また、中国の人権問題改善を訴える抗議者もいたが、声は、 中国人学生らの国家などで打ち消され、チベット支援者の男性が見物人たちに小遣れた上、裏切り者などと愚弄されたりした。他にも中国政府のチベット政策を批判する活動家8人の身柄を一時拘束するなど混乱が続いた。リレーコースに設置された福愛。5月3日に行われたマカオでの聖火リレー。オリンピック聖火は初めてマカオにやってきた。 開会式は、マカオフィッシャーマンズワーフで開催された。その後、聖火は、マカオのいくつかの名所を回り、フィッシャーマンズワーフに戻り閉会式を行った。聖ポール天主堂後、タイパ島周囲では、サポーターが殺到して通りが狭くなったためコースが、短縮された。聖火リレーには、ギャンブルの帝王スタンレイホー法を含む120人が、参加した。レオンホンマンガー、 最初のランナーで、レオン・ヘング・テンが、最後のランナーだった。マカオ日報は、聖火ランナーのリストは、マカオ人を完全にモ羅ラできておらず、聖火ランナーにはアスリートではないものが含まれ、過ぎていると批判した。労働組合は、生活の向上を求めて、抗議を計画した。社会民主連戦所属の香港議会の議員、マイケル・マック・クワック・ファンと活動家のチャン・チョンは、 マカオに入ることを許されなかった。約2200人の警官が途切れ目なく通りに展開された。四川大地震の影響で一部計画が変更され、震災最大の被災地のメニュでは本来は、外で聖火リレーをするはずが避難場所になった、体育館内部でのみの聖火リレーとなった。聖火リレーの一環として、エベレスト登頂が計画され、中国側からアタック。 成功を収めた。ピークハントを行う最終メンバーには、体内外を考慮して、チベット族を含むチームが選ばれた。これに先立って、エベレストへの中国側からの登聴の禁止が通達。その後、アタック日が近づくにつれ警備は厳重を、まし最終的には山中に銃を携帯した兵士や、武装ヘリが駐屯した。入山していた各国の登山隊に対し、 BC より、上部のオネエの入山禁止、撮影禁止という前代未聞の事態となった。ありがとうございます。